アンコールをご覧の皆さん、こんにちは。キリンジの堀込貴樹です。今日はアンコールのインタビューを、受けました。何のインタビューかと言いますと、9月6日にリリースされるキリンジの16枚目のアルバム、ステッピングアウトの取材なわけです。こちらのアルバムはですね、ドラマの主題歌にもなったネスリングという曲や、韓国のロックバンドセソニョンをフィーチャーしたほのめかしという曲などなど、あと、まあ去年のリリースなんですけども、あのレイニーランウェイというソフトなソウルな曲ですとか、まあ、とにかくいい曲しか入ってない、とても充実したアルバムとなっておりますので、ぜひとも皆さん手に取ってみてください。で、このアルバムを受けまして、年末にはツアーがあるんですけど、その前には弾き語りのツアーでまた各地を回ります。バンドのツアーでは、6人組のバンドで今やっておりまして、非常に名打ての若手がたくさん集まってくれて、非常にパワフルな演奏が繰り広げられると思いますので、ぜひとも皆さんチェックしてみてください。というわけで、キリンジの堀込貴樹でした。またどこかで。